イーゼンブルクビューディンゲンコブルーノブルーノ2、イーゼンブルクウントビューディンゲンは、ドイツヘッセン大公国の主壇でエスヘル。イーゼンブルクビューディンゲンコ全名は、ブルーノカジミール・アルベルト・エミール・フェルディナント。イーゼンブルクビューディンゲンコエルンスト・カジミール2世と、その妻のエアバフハフィルステナウ伯爵夫人テクラの、間の第一子、長男として生まれた。1861年に、 父の後を継いで、公爵家の課長となり、同時に、世襲のヘッセン大公国議会の第一院議員となった。1878年から1889年まで、同議会の上院副議長を、1889年から1900年まで上院議長を務めた。1906年に死去し、公爵家の家督は、長男のボルフガングが継いだ。 1862年7月13日に、リッヒにおいて、ゾルムスホーエ園ゾルムスリッヒ公師、フェルギナントの娘マティルデと結婚し、間に二人の娘を設けたが、1867年に、死別した。1869年9月30日に、リューデンハウゼンにおいて、カステルリュー伯爵夫人ベルタと再婚し、間に一男七女の八人の子女を設けた。ありがとうございます。